です？クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。いい仕上がりだね。いい感じだね。嬉しいか？よしよし。元気だね。いい感じだね。クエスト達成、やったね。気合い十分だね。いい仕上がりだね。はい、何です？いい感じだね。はい、何です？体重はバッチリだね。いい感じだね。今週はレースがあるよ。気合い十分だね。嬉しいか？よしよし。はい、何です？一番人気。ただいまより投票受付を開始します。
ダート戦線の有力馬たちが集う注目の一戦であります。エルムステークス 1700m、 まずまず揃って飛び出しました。さあ先行争いであります。タイチシャーロックが先手を取りました。フジラッキーボーイが追いかけます。まもなく第1コーナー、パーソナリティワンがかわしていきました。バンドリリョーマ、 SG フラット、そして一番人気のカタノアリュール、うまくいっているんではないでしょうか。第2コーナーに向かいます。11頭外から1頭、11番バトルライン、名称アムール、そしてその後ろから1番パリスナポレオン、日本記録ジュピター、外から行こうというところ、そしてしんがりからコンメンダトーレという展開です。前でありますが、前先頭は10番パーソナリティワン、積極的に行きました。さあ第3コーナーに差し掛かります。前前での競馬、タイチシャーロックと横山騎手、バンドリリョーマ、フジラッキーボーイがその後ろ、そして5番手に SG フラット、外を通りまして6番カタノアリュール、それからこれも人気を集めております、11番バトルライン、名称アムール、じわっと上がっていく。さあ札幌競馬場は大歓声であります。先頭行く赤い帽子はタイキシャーロック、パタノアリュールが差を詰めてきた。先頭は3番タイキシャーロック、パタノアリュールが3番手、オレンジの帽子名称アムール、先頭だ。先頭川内と名称アムール、1着名称アムール。あれ、いまいちだったかな。1着2着、3番、3着、6番、以上のように確定しました。馬がレースから帰ってきたね。はい、何です？嬉しいか？よしよし。今週はレースがあるよ。いいね、いい感じだね。はい、何です？ただいまより投票受付を開始します。
ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。シリウスステークス 2000m、 まずまずのスタートといったところであります。さあ外が行くのか内が行くのか、ホーエイコスモスがかわしていきました。そして外からはストーンステッパー、それから7番オースミジェット、そのうちに2番名称アムール、タイテネット、グルメフロンティア、コンメンダトーレがそのうちにいます。まもなく第1コーナー、それから京都シティ、その外からはバンドリリョーマ、その後ろでありましょうか11番バリスナポレオン、これが1番人気のカタノアリオルであります。12番ロバノパニア、もう一度先頭から紹介。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、カタノアリオル馬群をさばききれるかどうか、このまま粘れるか、ホーエイコスモス、カタノアリオル、ものすごい足、カタノアリオルが差を詰めてきた、ホーエイコスモス先頭、外から1頭カタノアリオル、カタノアリオルが3番手、カタノアリオル先頭に立った、カタノアリオル1着、1番人気に見事応えました。馬がレースから帰ってきたね。